はい。皆さん、こんにちは。バーチャル代理人のデムコです。動画を撮るのはすごく久しぶりです。今日はですね、ヘルテイカーっていうゲームをちょっと撮ってるんですけど、どんなゲームかっていうと、まずやってみます。大いなる灰のベルセブ、ヘルテイカーの旅路をもう一度たどるというのか面白い。おう、それではナレーターが必要やもしれんな。喜んで務めさせてもらおう。ある朝、君は夢を見た。悪魔の娘たちでハーレムを作る夢だ。まあ、簡単に叶えられる夢ではない。命を落とすこともあり得る。悪魔の娘ことイチャつけるんだ。俺の玉くらい安いもんだ。と君は言い放ち、地獄に降り立った。という、ストーリーで、まあ、パズルゲームです。いわゆる。で、どういうパズルかっていうと、この左下に書いてある23っていう文字あるじゃないですか。で、この23っていう文字の数だけ行動できるんですよ。で、その限られた行動の中で、このステージ右下にいる女の子、悪魔っ子のところまでたどり着くってゲームですね。で、あ、間違えた。いける？いけないね。間違えました。操作を見せました。一応このゲーム、クリアしちゃったんですよ。試しに、どんなゲームなのかな、試しにやってみようかなと思ったら、案外短くて、そのままクリアしちゃったんで、パズルは全部一回解いたことがあるんでね、初見ではないです。で、これなんて読むんですかね、コンビ悪魔でいいんですかね、読めないみたいな。コンビ悪魔のパンデモニカ、地獄お客様窓口担当、パンデモニカと申します。ご用件は何でしょうか？で、ここで選択肢が出るんですよ。地獄を出て家でいろいろするぞ。代わりに俺がお前の担当になってやろうか。で、こういう口説き文句の選択肢が出るんですけど、ここで間違った選択をすると、生きて地獄から帰れるとでも、なんと妄想はなはだしいことでしょう。って言われて殺されるんですよね。パンデモニカは君の顔に手をやり、手慣れた時に首をへし折った。怖っ。なんで、パズルを解きつつ、なんか女の子をうまいこと解きつつってゲームですね。で、このパンデモニカちゃんは、代わりに俺がお前の担当になってやろうかって言うと、落ちます。ありがたい申し出です。そろそろコーヒーを飲みたくて、あれがないと自分が保てなくなるんです。コーヒー美味しいよね。わかる。で、ヒントってあるじゃないですか。で、ヒントって、L ボタンを押すと、ちょっとした会話が見れるんですよね。一緒に旅をするのですから、私も仕事をした方がよろしいですね。地獄を探索にするにあたって、意志が必要だということはご存知ですか？針山を通る際は2倍の意志を消費します。あまりに針に時間かけないことが鍵となるでしょう。地獄お客様窓口をご利用していただき、ありがとうございました。今回のサービスに対して10段階で評価していただけますか？もちろんそんなもん10ですよ。おお、10点満点は初めてです。でね。ちなみにこれ海外のゲームなんで、もともと全部英文なんですよ。それをなんか有志の方が、日本語に翻訳してくださってるので、ちょっと日本語がおかしいところもあるんですけど、全然大丈夫です。普通にプレイできます。で、この針の上に乗ると、今22じゃないですか。この20になりましたよね。一気に2つ減るんですよね。で、その辺気をつけて、よっ。はい、クリア。これ、公式役までいいんですかね。なんて読むんだろう。漢字弱いんだよな。公式悪魔のモデウス、二人きりになっちゃった。だな、質問を受け付けない。時間がないんだ。ハーレム作りで忙しくてな。じゃあ、あえて間違った方を選びます。そんなこと言って、どうせ兄ちゃんでしょ？念のため膝を折っておくれ。なんで？どこからともかくスレッジハンマーを取り出したモデウスは、もはや可愛い悪魔とは言えなかった。まあ、そこは悪魔ですね。時間がないんだ。ハーレム作りで忙しくてな。悪魔のハーレム？おバカなのかな？みんな君をズタズタにしそうだし、ついてってあげる。この子好き、かわいい。ヤンデレっぽいけど。
で、鍵が出てきましたね。まあ、この鍵は、まあ、そのまんま、あの鍵を取りに行った後に、ここの錠前のところに行けば、通れるって寸法です。ヒント見ときますか。ヒント、簡単だよ。パズルは全部スキップしちゃおう。サクッと女の子ゲットして、早くハーレムでイチャイチャしよう。モディウスのゴリブレイを、モディウスのゴブレイをお許しください。普通の悪魔はみんなあのようなものなのです。罪を犯す欲求は血に刻まれ、抗うのは困難です。パズルですが、あまりアンデッドに時間をかけなければ大丈夫ですよ。そう、これ、パズルをスキップするっていうのもできるんですよね。まあ、しませんけど。はい。もうここも全然簡単です。三つ子悪魔のケルベロス。人間？本当に人間？ねえねえ、僕たちを連れてって。決まりだ。何も聞かんぞ。随分簡単だな。ちょっと聞きたいんだけど。ちょっと聞きたいんだが。まあ、なんか、ここで疑問を抱くと、地獄の門をくぐるには人間がいるんだ。別に一部でいいんだけどね。って、泣き声を開けながらケルベロスたちが君に飛びかかる。あまりの可愛さに君の心配は活動停止。死んだのだ。あ、今のは尊しですね。可愛さで死んじゃったみたいです。そんな死に方あるのか。で、まあ、決まりだ、何も聞かんぞ。で、やった、ついに人間界を堕落させる時が来たんだね。てか、キャラクター、このね、悪魔子たち全員可愛いんですよね。最高。で、ここは、どうだったっけ？ここすごい初見クリ、めちゃめちゃ困難。困難じゃない、出てこないセリフが。めちゃめちゃね、苦戦したんですけど。あ、間違えちゃった。ごめんなさい。間違えちゃった。ここは、こうです。毒舌あり、悪魔の、毒舌悪魔のマリーナ。あー、また能天気なバカが来たか。初めて見るアホツラだな。何しに来たの？コープキャンペーンの実績を取る相手を探している。コープキャンペーンって何なんですかね。たまらんな。もっと罵ってくれないかって言うと、また変態魔族の、変態魔族筋肉のお出ましか。最高だね。殺された。マリーナが空を切ったかと思うと、君の頸動脈から赤いものが浮き出した。あら、まあ。まあ、ヒント聞いてなかったね。今回のパズルは特に話すことはなさそうですね。もしかして話がしたかったんですか。そうです。でね、匂いしない？オレンジ、ベリーに、ウォトカ？ウォトカって何なんだろう。間違いないよ、きっとマリーナだ。あの子に友達はいないけど、ご主人なら仲良くなれるかもだよ。みんなで一緒に遊べばきっと楽しいよ、ワンワン。かわいい。よっ。はい。コープキャンペーンの実績を取る相手を探している。それって、PC ゲーのこと、あんたが単性シミュレーションゲームやるってならいいけど。オタクらしいです、この子は。いわゆる。ゲームオタクらしいです。単性シミュレーションゲームが好きらしい。はい。はぁ？あんたネクロダンサーやったことないの？このセリフ大好き。僕もネクロダンサーすごい好きなんですよね。晴れが出るタイミングが気に入らなかったら、石でも蹴ってやいいじゃん。すごい煙の匂いがするぞ。ズトラーダだ。うげぇ、勘弁してよ。ズトラーダって何なんだろう。で、こうですね。まあ他にもクリアの方法はあるんですけど、ここは。僕が初見でクリアした時はこうやりました。ショーバル悪魔のズドラーダ。あー、ズドラーダってこの子が、名前覚えてなかったよ。ごめんね。よう、ハーレム作ってんだろ。うちも入るわ。で、ここで、もうハーレムではない、単性趣味同好会だって言うと、人間か？また来世な、って言われて殺されます。視界が揺らめたと思うと、肋骨の間にナイフが埋まっていることに気づく。君の冒険は終わった。ああ。こう。こう、こう。はい。で、待って嫌な予感がするを選ぶと、残念でした。もう入っちゃったもんね。止められるもんなら止めてみな。ギザバかわいい。はい。うちにヒント聞くなよ。オタクじゃねえんだし。あ、カリアマンじゃん。死んでこいよ。面白そうだし。兄貴は昔っからこんな調子で、なんで引き入れたんだ。ほんとだよ。何考えてんだ。マリッチなんかも呼んじゃってさ。こいつぼっちすぎて、いつも一人で肝臓ゲームしてるんだ。黙っててくんない？ゲームしてるとき、どんだけうっせえか知ってったか？あんときや。
私があいつを殺せ、たの早くで両方殺す、自殺するで、自殺するを選ぶと本当に死んじゃうんで、両方殺すを選ぶと放っておきましょう、そのうちになりますよで、セーフなんですよねで、ここはどうだったっけ、こうで、よっ、あ、間違えた、あぶね探求天使のアザゼル、ここで天使が出てきます。なんと、まあ聖者が地獄で何をしてるんでありますか。本館初めて見ましたよ。悪魔を探している、天使を探している。で、天使を探しているを選ぶと、ここにあまりいないのでありますよ。ご安心よ、本館が案内するであります。さあ、捕まってください。で、嘘をついて天国に行けるだなんて誰が予想しただろう。ともあれ、もう悪魔のハーレムは作れそうにない。で、天国に行っちゃいます天国は天国で厳しそうですけどね、こいつ怖いよよよよよ、えい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 、で、ちなみになんか実績解除みたいなのがあって、こういうのを取るとね、古代の秘文、禁断の原始の手順が記されているって実績が解除されます。で、悪魔を探している、おお、あなたもでありますか、でいいのかな、差し詰め現代罪や悪魔学の研究でありますね。自分も調査に関わるであります。この天使の子もかわいい。なかなか木を当てらったパズルでありますね。突破するには試行錯誤が必要であります。どうぞゆっくり解いてほしいであります。モデウス殿からかなり歪んだ恋愛論をご教授していただいてるんでありますよ。乱暴することもあるよね。だからほどほどが一番。愛しすぎるとみんな死んじゃうから。なんともすごい話であります。もっと話していただけませんか。詳細を知りたいでありますここはどうやってクリアするんだったかな。ここめちゃめちゃね、苦戦したんだよな。どうやってやったんだっけ、もう忘れちゃった。どうだったかな。こう、こう、嗅ぎ取って、どうだっけ。こう、OK。激ヤバ悪魔のジャスティス。よっ、あんたあのパズル取っちまったのか、すげえな。僕これ見てないな。メニューからスキップしただけだ。ハーレムに入るか。あ、これでもいいんだ。もし俺も解けって言われたらそうするだろうな。よし、じゃあ行こう。賑やかな方が楽しいだろ。今のさっき、僕が初見にやった時は上を選んだんですけど、こっちでもクリアできるんですね。で、ここはこうです。わあ、地獄 CEO のルシファー。やっと会えたな。すべての試練を突破し、貴様は己の価値を証明した。魂を世に捧げると、誓えば奴隷として流愛してやろう。流愛だっただけ、寵愛だったっけ、忘れちゃった。じゃあ、これ、はい、女王様、まだ見てないんですよね。ここを選ぶとどうなるんだろう。はい、女王様。けなげなやつね。え、君がひさまずくと、ルシアは君の顔に口づきをした。魂が抜け出ていくのを感じる。あー、死んじゃったんだ。よこのルシファーちゃんがすごい人気なんですよね。最近ツイッターでめちゃめちゃ見るんですよ、この子。結構だ、それよりハーレムに入らないか？何を、ざれるか？読めない？わかんない。漢字が難しい。貴様は悪魔をドリンできるとでも考えているのか。俺をご主人様と呼べ、話す前に伺いを立てろよ。コーヒー、炭酸シム、チョコパンケーキがあるぞ。僕はこの時下を選んだんですけど、これ上を選ぶとどうなるんだろう。俺をご主人様と呼べ、話す前に伺いを立てろよ。立場というものを理解していないようだな。殺されたルシファーが手を振ったかと思うと、君の血液は巣に変わった。巣に何を言ってるのかわからないと思うが、恐ろしいものの変化が始まった。おい、ジョジョ3部、ポルナレフかよ。
ありのまま今起こったことを話すぜ。こういうね、ネタがあるのもすごいいいですね。炭水コ、コーヒー、炭水シム、チョコパンケーキがあるぞ。なんだと？正気か？地獄のコスコまで来てパンケーキを食わせようというのか？世の好物がパンケーキでよかったら、かわいい。世を納得させようとは貴様のハーレムは案外楽しめそうだな。イエーイ。ここどうやってクリアしたっけ？こう、こう、こう。思い出したかも。こう、違う。めっちゃ操作ミスっちゃうんだけど。こう、こう、こうね、こう、こう、こう。こう、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 こうだ。このまま逃げられるとでも思ったが、これで終わったとでも思ったか？冷たい鎖が首の首筋を撫でる。ん？今なんつった今僕。冷たい鎖が君の首筋を撫でる。血肉は愚か、骨まで溶かす炎が後に続く。幾千もの貴様を焼き尽くしたような気がするが、炎が消えてもまだ俺の前に立つか。だが捕まえたぞ。ねえ、路外者までいいんですかね、これ。簡単に諦めてくれるなよ。俺たちはこれから長い、長い時を共に過ごすのだからな。誰だ一体。わー、かわいい、過去かわいい。最高検事総長ジャッジメント。現在執行装置起動、苦しんでもらうぞ、ご。罪人名で、いいから。もう罪人名じゃないな。合人名読めない。ここで急にパズルじゃなくてアクションゲームが始まります。よ。ここも落ち着いてやればそんなに難しくないんでね。よ、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 よ。で、あとはこいつらを、この鎖を、殴るだけ。執行装置の具合はどうだ？路外じゃめ。降参すれば貴様消したってやるぞ。ダメ、諦めないで。まだ僕たちを出してないでしょ。コーヒーだけが楽しみに来た悪魔もいるんですよ。希望を捨てろ。運命はすでに定まっている。やあ、ジャッジメント。この男は私のものだ。あまり傷つけないでほしいんだがね。デレデレじゃん。ガイアは黙っていろ。本当の地獄を見せてやる。よ。まだこの辺は全然セーフだったはず。難しさ的に。この薄い鎖が自分のとこに重なったタイミングで、めちゃくらっちゃった。よければ、なんとか、なるんですけどね。よし。あぶれ。よいしょ。危ない。このポーズかわいい。貴様を縛る鎖は皆、貴様が持ち込んだもので作った。英語、欲求、大敗、己の渦で鞭打つがいい。十分だ。最高元気総長、退任を命じる。司法は権力者の圧力に屈しない。いいぞ、ジャッジメント。乗りに乗ってるな。本官も続けてほしいであります。これをレポートにすれば、次期評価は A プラス待ったなしであります。世は地獄の女王だぞ。なぜ誰も話を聞かんのか。かわいいね。あの赤面ルシファーちゃん、マジでかわいい。よ、よ。この変化結構難しくなってくるんだよな。よ、よ、よ、よ。縦と横が重なり合ってくるんで。よし。よ。あーいいね。おい。よし、オッケー。枷から逃れられようとも、枷から逃れられようとも、本気で思ってるのか？まだわからんようなら教えてやろう。希望は失望を生み、失望は絶望につながると。絶望の鎖は楽しいぞ。こじらせたマリッチみてえだ。織田仲間に目をつけられたんじゃあいつも終わりだな。自分の運の悪さを知ってるくせにネクロポリスに挑んでるみたいだ。こんなことならちゃんと勝ってあげればよかった。いいぞ、後悔しろ。生まれついた日から今日までよな。よ
ここでね、僕こん君の髪のは綺麗だなを選んだんですよ。こっち下選んだらどうなるんだろう。その衣装デザイン最高10点満点。黙れ貴様の運命は変えられん。で、前回また上を選んだんでこっちも選んでみますか。爪もマジで活かしてるぞ。そうそうなのか。うん、ありがとう。じゃあ行くぞさあ、苦しみに戻りがいい。かわいい、かわいいしか言ってないな、僕。あー、ここか。この、ここ、むずいんだよ。よ、よ。よ、よ。痛い！いふふふ。うん。うん。うん。よ、よ。よし、オッケー。これで最後だったかな。本当の苦しみを前に何か言うことはあるか。で、また前回上を選んだので、君に罰せられるなら俺の罪も価値あるものとなった。くだらない口説き文句はやめろ、やりにくいんだよ。そうか、すまん。だが君の目に見とれたな。君の髪がどれほど素晴らしいか話していいか。話していいか。もう、俺だってこんなことやりたくないんだ。けど契約は契約だからさ、お前の破滅は避けられないってわけ。だけど、お前が地獄から出ていって邪魔さえしなければ、執行数年遅らせることができる。俺たちの運命は一つ。お前はいつか苦しんで死ぬ。けど今である必要はない。運が良かったな。今すぐ俺の前から血を失せろ。てんてんてん。てん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 。消えろと言ったんだ。早く消え！まさか、ハーレムに誘うだなんてバカなこと言うなよ。不死身の苦しみの化身と一緒に暮らすだと、何度もいたぶって殺した相手と。他に道はない。大丈夫。俺のハーレムにはもっとひどいのもいる。下選んでないんですよね。下選ぼう。おい、本気で言ってるのか。サクセスになっちゃった。例外中の例外だが、どうなるか見届けてやろう。物は試しと言うしな。イェーイ。くどいちゃったぜー。イェーイ。そして一気の旅は終わりを迎えた。地獄から娘たちを連れ出したのだ。それ以来、君は地獄や連れし者、ヘルテイカーと呼ばれるようになる。しかし、暮らしは楽なものではなかった。短い間にもかかわらず、苦難はどっと押し寄せてきた。しかし、人生はどう生きようと苦しみに満ちている。なら、今のうちに楽しんだ方がいいかもしれない。というわけで、エンディングです。地獄 CEO のルシファー。エプロン姿かわいい、サタンって書いてある。パンケーキが焼けたか、早速いただこう。んー、つすっごく美味しい。手伝ってくれてありがとう。喋った。そういうな。世にできることをしたまでだ。しかし、どうやったらそんなに生地を薄くできるんだ。まだわからなくてな。空中で生地を回すのもだ。何か魔術を使っていると思ったんだが。この丸まってるのがパンケーキなんですね。なんか、英語圏というか、アメリカとかだとこういうのが普通なのかな。経験だ。なるほどな。みんなにも食わせてやるといい。ヘルテイカー、パンケーキだ。なんだっけ、光月悪魔のモデルスでいいんだっけ。それはラブコメか。初めて恋って感じが分かったかもしんない。胸がキュンキュンして止まらないの。もしかして私ずっと間違ってたのかな。そうだね。少なくとも普通の人はね、そんな膝を折ったりしないと思うよ。うん。ならデートにでも行くか。そんな変態チックなことよく言えちゃうね。パンケーキだ。ジャスティス。うまい。質問いいか。構わない。女の子たちから聞いたんだが、なんであんたずっとサングラスかけてるんだ。それはお互い様だろ。俺かい。めくらってやつだよ。こっちで話したんだ。あんたの話を聞かせてもらおうか。昔、ちょっと待て。女の子たちとかけてんだ。レーザービジョン持ってないか。そしたら10ドルそうしなくて済む。レーザービジョンってなんだろう。なんでしょうね。パンケーキにコーヒーだ。パンデモニカ。ズズズ。よし。これでコンビ悪魔とおさらばです。ドイツ悪魔のにあった。また入れすぎていないか。いえいえ、結構のお手前ですよ。実際美味しいです。今回はフィルターもちゃんと使えていますし。頑張ってくださいよ。このままじゃ折れてない指を探す方が大変になりますから。はい。別に直してもらってもいいんですよ。
ここの石はなかなか優秀ですし、次は午後5時15分にダブルエスプレッソでいいんですよね。敬語になってるし、覚えるのは私の仕事じゃなくてあなたの仕事ですよ。パンケーキだ。マリーナちゃん、悪魔がプレイするに値する単性シミュレーションゲームを探すのがどれだけ難しいかわかるか。最近の人間が作るのはどいつもこいつも中途半端な続編やダサ作ばっかりなんだよな。とりあえずプレイすればいいじゃないか。結局それに落ち着くんだよな。だから私たちには先がいるんだ。パンケーキだ。ズドラーダさん、でも火つけたいからさ、ここは禁煙だぞ。だからお仕置きするんですか。したきりすればうち悪い子だし、楽しんでるみたいでよかった。くたばれおっさん。口が悪いね。パンケーキだ。アダゼルちゃん、本館がここに来てどれくらいになるでありますか。数週間だな。まるで永遠みたいな気がして、見てきたものやしてきたことを論文に全部ありのままを書いても誰にも信じてもらえなさそうであります。行動も経営にも限度があるであります。気の毒に。まだ本家の研究は表層を触っただけにすぎません。今日は自分と研究するのはいかがでありますか。根を詰めすぎだ。パンケーキを食べなさい。パンケーキだ。ケルベロスちゃん、失敗した。またお隣さんに名誉が来たのか。今度は何をした。なんで警察まで来てるんだ。警察。パンケーキだ。ジャジメント、ロガーシュが話題した我らの領地を気がさんとしている。処断するか。問題ない、俺が対処しよう。そっか、頼もうわ。軽いね。警察、警察だ。ドア開けろ。開ける。ゲーム終了。開けない。まあ、ゲーム終了します。パンケーキいかがですか。おお、どうも。ちょっと聞きたいことがあるんだが。こうしてヒューティーカーの物語は幕を閉じる。ナレーションは引き続きベルゼブブが お送りした。なんとバカげた話であるな。正直、今々しいとも思っている。ろくでもない連中のろくでもない話だ。だがそれでも、市民楽しんでもらえたなら幸いだよ。もう払えるだろう。それでは、この、フルハエ、なんて呼ぶんだ。お前に付き合ってくれてありがとう。また会う日まで。ジエーン。っていうゲームでした。大いなる花ゼッベルゼブ。で、このベルゼブブさんも、一応、口説くことができるんですが、それは、まあ、シークレットなので、自分たちで頑張ってください。はい、というわけで、ヘルテイカーでした。まあ、こんな感じで、すごいサクサクとクリアできるゲームなんでね。まあ、僕が全部解いちゃったから、この動画を見た人は、もうね、パズルサクサクと解けると思うんですけど、実績解除もいろいろあるんでね。まあ、Steam で無料でダウンロードできるんで、ぜひやってみてください。はい。では、お疲れ様でした。バイバーイ。